家族旅行なんだけど、お仕事で行ってきます。でそのお仕事は航空会社の花さん その企業広告に出演させていただくので、それの撮影に鳥取県まで行ってきます。その世界の人に向けて鳥取の魅力、日本の魅力を発信するっていう3本ぐらいの動画らしいんだけど、アナさんの広告と私たちのその魅力発信の動画、その様子を Vlog で撮ろうと思います。ちょっとどうなるかまだ、今日はだから私たち家族とうちのスタッフのエカちゃんと、あとねアナさんの方も2人 ?3 人お二人と、あとそのアナさんの広告の撮影をしてくださるカメラマンの方と、ちょっと大人数で移動なんです。 あと鳥取の方と、鳥取県庁の方がもうご一緒してくださるそうなので、だからドキドキでもなんかちょっとさ嬉しくない？なんかね、みんないつも応援してくれてるキモノコがいるからこそね、みんなアナさんもお声かけてくださったから、ありがとうございます。では冬の雪の鳥取に行ってきます。よろしくお願いします。チラチラチラ、お姉さんとタッチしてみようか。あのアナのお姉さん、お姉さん、アナのお姉さん、アナのお姉さん、よろしくお願いしますって。まだね大丈夫大丈夫、長いから今日一日最初にちょっとやっぱり緊張しちゃうけどここで羽田に着いたよってどうやって言うの？今からどこどこ行くの？We are Haneda right now. We're heading to Tottori right now. うん、Tottori でもいいかもしれないです。とりあえず回りましょう、カウントしますね。はい、じゃあ5、4、3。今からね、あのベビーカー付けさせてもらうんだって。ベビーカーがある人とか、あの例えば妊婦さんとかお手伝いが必要な方はここでベビーカー預けて一緒に荷物が預けられるから、子供子連れってすごい大変じゃん、海外となると余計大変だけど、ちょっとありがたいね。ありがたい、ね。私でよろしいですか？はい、プロトタイプのものでしたら、こちらですぐにご準備できます。じゃあこちらで、はい、ちょっとこっちだ。検査場の通過締め切り時刻は出発時刻の20分前となります。ご出発のお客様は20分前までに。大きい飛行機見えたね。すごいじゃん。今日はね、見て、穴カラーできたの。お着物が穴カラーで。おー、見て、これも穴。あ、本当だ。これから3回にわたってお送りする ANA で行く冬の日本の家族旅。今回の目的地は鳥取です。鳥取に行ってきます。ちょっと天気が心配ですが、カニとか温泉とか雪とか楽しみにこれから行ってまいります。ANA に乗って。それでは。詳しくは私の YouTube をご覧ください。待って、待って。
スーちゃんそれなくなっちゃうんだよ。そうね、お洋服に入れたらびちゃびちゃになっちゃう。溶けた。持って帰りたいよね。どんぐりと一緒だよね。で、鳥取砂丘でラクダがとっても日本で唯一あるから、今日は鳥取に来たらラクダに乗ろうみたいな感じで来たんだけど、普通になってみたら大雪警報が出てちょっとラクダは無理だったね。気候のいい時にもう一回来ればいいかな。でもその代わり美味しいカニとか冬の海の幸もあるらしいので楽しみ。ほら、ほら、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、あ、飛びちゃった、そういうことだよな。あ、いいね。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、おいしそう。見て、のびのび、見ましたね。あ、いいね。すごいよ、たい焼き。結構あんこたっぷりね。ねえ、すごいあんこいっぱい入ってる。すごい。たい焼き、パンの味だよね。スーパーだからね、大変だーって焼くやつは用意してもらって。香ばしい。薄皮でパリパリだ。あんこも甘くないし、あんまり。すごい。なんか時代劇の中みたい。撮影 OK です。じゃあ高いよ。高いよ。ちょっと暑いけど。ちょっとじゃあこれだ。すごい暑いわ。飲めんの？温泉っぽい。温泉のお湯。あ、でもなんかその顔してくれたから、あ、こういう味だろうなと思ったら、うん、そういう味だった。温泉のお湯。飲んだことないけど温泉の湯っぽい。芋焼酎入れたら美味しそう。そう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 。え、でもちょっと触っただけでだいぶ温まった。いや、すごい温まった。すごいね。めっちゃレトロだね。右手だな。あ、オッケーオッケー。わかった、わかった、わかった。あ、難しいぞ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、羽返ってきたんだ。難しい。おー、イエーイ、できた。バンバン好きなこと喋る。わかりました。ちょっとこれ、あんまりマイクが良くないですけど。あ、大丈夫です。じゃあちょっと近めで撮ったりするんで。音重視だろ。これ僕合図しますんで。街並みがすごいレトロだね。わ、素晴らしい。わー、綺麗。いいね。すごい綺麗。いいね。あー、いいですね。いいですね。あれ？スーちゃんどこ行った？スーちゃん？あれ？スーちゃん？
トン。見つかった。これはスーちゃんね。これスーちゃん。これ何？ウィして？ぴょんぴょん。ウサギちゃん。ウサギちゃん。お疲れ様、皆さん。ちょっととりあえずアナさんの撮影が一通り終わってお部屋に帰ってまいりました。これから、浴衣に着替えてこのお宿の温泉に行ってきます。なんか5つぐらいあるんだってね。でしかもすごい効能がいいんだって、ここの温泉が。だからそれをちょっと堪能してくる。スキンケアの風呂っていうのがあるんだって。それに行きたいな。あとラドンの湯ね、そう2つ行こうね。で貸し切りなんだって全部。だから3人で回ろう。どのお風呂が空いてるかな。あ、空いてた。あ、じゃあ美肌の湯から行こう。うわー、なんかすごい風情があるというか、すごいね。レトロテルマエロマエそのまんまだね。あ、え、あれが飲む温泉か。いや、あっちだよ。あ、あれが飲む温泉か。ちょっと見てこれ、子供用の浴衣あるじゃん。あ、いいあ、ぴったりだ、ぴったりだった。なんかこういうのさ、すごい大きかったのに、すーちゃん。よし、いただきだるぞ。美味しそう。すーちゃん、見て、すーすー見てこれ。うわ、すごいね。スノーマンがいるよ。来た来た。カニだ。これを食べに来ました、鳥取まで。すっごい香り、香ばしそうな。もう早くちょっとあったかいうちにいただきましょう。おー、美味しそう。大丈夫？いや、どうぞ。お先、皆様すいません、いただきます。すいません。食べようか。うん、なんか硬いのがちょっと入ってる。美味しい。なんか焼きガニってこんななんか甘いんだね。そう。なんかボイルとかとまた全然違う。カニの風味がすごい。ありがとうございます。カニを食べると無口になるというんですが、一緒にお話しいただいたこんなを克服していた人間の本能というやつ。ありがとうございます。こんな美味しいお食事を今日はもうこれで。そうですね。あ、はい、じゃあまた明日。はい、はい、お疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。まあ今日お仕事終わりました。お仕事終わりました。ちょっと今の人見たらびっくりしはるね。え、そんなそんなリアクションことできるの。乾杯。セックじゃなかったのに。お疲れ様。もう絶好調っていうか、いつも通り戻った。可愛い女の子。どんな顔してんのかな。砂丘行って、鳥取名物のラーメン食べて帰ろう。OK。 はい、では皆さんご一緒に行くよ。せーの、ごちそうさまでした。雪だよ。
ちょっと寝る前のお散歩です。ちょっと歩いただけでもう頭めっちゃつぼってる。やばいね。あの撮影の皆さんが食事されてるというのでちょっとご挨拶に行ってきます。そうしましょう。雪だるま作りたい。どうよ。ケロケロバス。Oh my god。 持ってきてくださったってことで、スーちゃんがあの昨日ずっと人参人参って言ってたからありがとうございます。すいません、ちょっと冷たいです。あ、いや、これありがとうございます。なんかこの雪が降ったらあのオラフを作りたいっていうのが彼女の夢だったんで。スーちゃん見て買ってきてくださったよ。作る。なんかあの近くの保育園の方がソリをお貸しくださいました。スーちゃんがね今日砂丘で雪遊びできるようにね。いいじゃん、あれ大きいやつだからすごいいいじゃん。あのソリすごい楽しそうじゃん。スーちゃん一緒に出るよ。あれで雪の山をピューって降りるんだって。すごいすごいじゃん。このポークが有名らしいです。あとお大根の漬物とお味噌汁がくっついてます。オラフ作りたい。オラフに会いたい。人参だけあるから。目の周りの人参だけあるからだって。それおかしいよね。それ何で作る。その黒いところ、あ、石にする。でお手手は何で作る。ちょっとスーちゃんの雪だるまを作るためにみんなが石とか枝を探しに行ってくれたよ。すごい申し訳ない。すごい壮大な。はぁ、すごいね。雪のベッドだ。え、抜けられない。せーの、よっこいしょ。せーの、よっこいしょ。スイッチは、うわぁ、見て、持ってきてくれたよ。枝持ってきてくれたよ。ありがとう。すごい大きな枝だ。見て、石があったよ。いや、みんな優しい。見に行こう。人参取って、お花に入れるんだ。さあ、お花に入れて、命を吹き込むんだ。そうだな、ある程度のところでいいな。ああ、上手上手。どんな感じ。すごい上手。オラフになったよ。わかるかな、このオラフ影。よかった、雪の思い出が楽しくなってよかったね、スーちゃん。スーちゃん早い。スーちゃん早い。行く、行くぞ。さあ気をつけて、ここ滑るよ、そこ。あー、雪が楽しかったね。見して、あれ、それ持ってきたの。落とさないようにね。重たいよ、重たいよ。すーちゃん大きいもん。おいしい。今日パパが鳥取旅行で心に残ったシーンを描いているよ。
上手。どうでしたか今回の鳥取旅行は。あ、まあ、まず行く前にいろいろ調べていいところも知って、まあ、今回ちょっと時間なかったもんって行けるとこ少なかったけど、うんうん、でも時間なかった割にはやっぱアナさんのおかげでさ、うん、ギュッといいところにポンポンポンと行けたよ ね、 そうね、それはそう、すごいいい、うん、あの鳥取を知るコースだったよね、うんうん、でしかもさ、この雪が降るっていうのは本当に珍しいらしくて、うん、そう、砂丘でラクダは乗れなかったけど、うんうん、あの雪景色の先を見れたのはとってもラッキーでした。うん、スーちゃん一番喜んでたのはやっぱ雪だったね。そうだね。ね、うんうん。とっても楽しかったね、うん。温泉も良かったしね。温泉も良かったな。至る所に温泉があるのよね。温泉すごい ね、 ね。この辺の温泉ね。そう、今日行ったのは三朝温泉だけど、他にもいっぱいいっぱい各地に温泉があって、いろんな効能が違ったりとかするみたいだから、うん、なんかまた違うところに来てもいいかもね。うん、楽しかったね。多くの人に伝えたいね。なんかね、こういう機会いただいたから。私たちもさ、自分たちの YouTube 以外でどっかに行くっていうのが初めてだったじゃん。うんうん、あの出演とかは今まであったとしても、こういう旅動画をなんか他の媒体で作るっていうのが初めてだったから、うんうん、なんか勉強になったね。いや、とっても勉強になりました、ね。やっぱり自治体の方々がすごい皆さんご協力してくださってね。ご協力いただいて。本当に。もういろんな下準備してくださって、予約とか含めね。あと、やっぱりスーちゃん一緒だからさ、あの子供に無理させないっていうのが大前提で動いてくださったから、とってもありがたかったね。いやー、すごくありがたかった、ね。また鳥取に戻ってきたいと思います。はい、じゃあね。さあさあさあ。あ、今回のこの旅はアナさんに全てコーディネートしていただいた鳥取の旅でした。私も元のもう何年ぶりかに鳥取に伺って鳥取の良さを再発見できた、すっごくもう美味しくて楽しい旅でした。ありがとうございました。あの3回続くっていうふうにお聞きしたんですけど、次ははい、この四国の中にある松山ちょっとご案内したいと思います。はい。はい、次は何が見れるんだろう。楽しみだね。楽しみだね。じゃあまた、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、またみんな。